千葉シーサイドバス。千葉シーサイドバス株式会社。千葉シーサイドバスは、千葉県千葉地方で乗り合いバス事業を営む東洋バスグループのバス会社である。千葉県八千代市を中心に路線を展開する東洋バスにより、比較的輸送密度の低い幕張周辺の路線を担わせる子会社として2003年2月に設立された。本社は、 東洋バスと同じ JR 総武線幕張駅近くにある。営業所は本社と同じ場所に幕張営業所のみ存在する。主な路線は JR 幕張駅から八仙台大駅、日立製作所、花島公園に向かう3路線であるが乗客が多いのは花島公園線である。2004年より JR 幕張駅から JR 総武線、京成千葉線を アンダークロスして、海浜幕張駅までのルートが新設され、花島公園線を中心に直通運転がなされている。なお、親会社の東洋バスと同様、バス共通カードは導入されず、現時点ではパスもへの加入予定もない。千はシーサイドバスの前身である、東洋バスによる幕張への路線が開設されたのは1948.49年頃である。 解説の目的は、大和田、高津新殿、調査地区から国鉄駅への足を確保するというものであった。特に、調査区、高津新殿地区はそれまでバス路線が全くなく、鉄道駅に至る路線の需要があった。こうして、大和田駅成田街道、高津新田武士三大王神社、幕張駅というルートで開通した。 この時点では八千台台駅が開設されていなかったので、その付近は直進しており、高津入口、高津新殿館は、高津観音経由で運行していたものと考えられる。また、東奈良市の長作入口館は、旧道経由、ショートカット、ただし、今の旧公民館経由らしいであり、三も見駅は経由しなかった、後、三も見駅経由を経由する便も現れ、 さらに全便が経由するようになるが、それぞれの時期は不明。この路線は、成田街道の部分を除き、ほとんどが東洋単独の運行であった。ただし、当時は高津入り口みもみ館にあまり家がなかったので、乗客は、長作、区、滝市以南に集中していたと思われる。また、終点の幕張駅の停留所は、当初、駅の南出入り口の目の前にあり、 幕張営業所から幕張駅の間に役場前、局前、幕張駅入り口、旧千葉街道場、今の幕張駅入り口とは違うの3停留所、それぞれ正確な停留所名が、不明があった。このうち、局前と幕張駅入り口は、京成、1970年頃に廃止の海岸線の停留所でもあった。その後、1956年に発生台大駅が、 開設され、翌57年には京成により新しいバス路線、八千代大線が開通した。当時の八千代大線は八千代大駅、西口、高津新田三桃駅、長作新田畑京成千葉駅というルートである。また、大久保線、船橋駅、津田沼駅大久保方面も1957年から62年、頃に、三桃駅経由で八千代大駅まで延長された。 こうして、これら、京成の2線は、東洋の既存路線の中間部分、八千代大駅東奈良市の三桃三丁目で重複することとなった。なお、京成電鉄が三桃駅付近にバスを走らせたのは、これが最初ではなく、それより少し前の1954年に畑線、船橋駅、津田沼駅、宮間入口三桃駅、長作新殿畑小学校京成千葉駅が、開通している。 1963年2月1日には、日立製作所奈良市の工場が創業を開始した。東洋バスはこれを受け、同工場への通勤輸送を目的とした幕張駅、三もみ駅日立製作所線を開通した。一方、京成電鉄も、大久保線の、さらなる支線、三もみ線と呼ぶこともあるとして、三もみ山サロ、東洋の停留署名は、三もみ交番前から西に分岐し、 日立製作所、現在の千葉シーサイドバス東奈良市の6丁目、停留所と同じ及び、鈴木金属を経由して、東奈良市の2丁目、現、東奈良市の8丁目に至る路線を1963年11月1日に開通した。このように、この頃は、三もみ駅八代、東奈良市のについて、高津入口大和田駅もだが東洋バスと、 京成バスが同程度の本数でバスを走らせていた。しかし、そのバランスは長続きしなかった。1970年頃に京成の船橋営業所が大久保線を抜本的に改編、宮間車庫の新設及び同定有所発着便の大幅な増加し、船橋駅、津田沼駅や千代台駅への乗り入れは取りやめられた、みもみ線は続行。代替路線として、 宮間車庫みもみ山サロ、みもみ交番前、高津神殿八八代大駅という路線が設けられ、船橋、津田沼、大久保からの乗客は、宮間車庫で乗り換えることとなった。結局、この大体路線はほとんど利用者がなく、1980年頃に廃止された。同じ1980年頃に、形成はルートの適正化及びワンマン化のために、 みもみ駅の踏切を渡る路線を全廃することとし、みもみ線の代替となる、千葉山線八代台発着便、現、東奈良市の線として、津田沼駅大久保四丁目東電前、京成ガード際花見川団地八代台駅を開通した。これにより、京成から日立製作所という名の停留所は、なくなったが、東電前停留所が、その代替を果たすことになった。それと、 ほぼ同時に、それまで、日鉄溶接で折り返していた、大久保線を、東奈良市の八丁目経由で八仙台大駅、西口まで延長した。千葉に向かう八仙台大線は、全便が、千葉幼稚園経由にショートカットされるようになった。このように、昭和40から50年代に、京成の路線は目まぐるしく変わっていったが、東洋バスの路線はほとんど変わらなかった。 ほとんど変わらずに、形勢が路線を変える過程で自然に独占化したということである。こうして、幕張側のローカル線である、長作町線は安定した乗客数を保ち、8000台台に至る路線は乗客があまりなく、主として、身もミイナに収入を頼るようになる。なお、八千代側のルートについては、幾度か変わっており、当初は大和田だったものが、 八千台,台駅に短縮されたり、グランド経由で大和田に至ったりもした。新川大橋が開通すると、飯森台、市民会館経由で、勝田台駅北口まで直通したこともある。ただし、いずれも運行上の都合であり、八千台,台駅をまたいだ利用は、ほとんどなかったと思われる。幕張駅南口を起点に路線を開設した東洋バスであったが、 昭和40年代になると、総武本線、京成千葉線の踏切や狭愛な南口商店街を通過することが運行の支障となってきていた。また、新道、現在の国道14号の開通に伴う交通規制により、駅南側で大幅な迂回を強いられた時期もあった。こうしたことから、東洋バスは幕張発着路線のすべてを 南口から撤退させることとなり、以後しばらくは駅の北側のみで路線を運行していた。その後、1985年頃に幕張海岸側の埋め立て地が利用され始め、京葉線も開通した。京葉線が開通する少し前から、京成電鉄が幕張本郷駅免許センター、中瀬線、現、新都心幕張線を開通し、海浜幕張駅の開業後、 同駅への乗り入れを行ったまた千葉海浜交通も本数は少ないものの幕張駅入口海浜幕張駅線等を開通した一方幕張駅前に本社があるにもかかわらず東洋バスは当初この地域に乗り入れをしなかったが1991年に長作町海浜幕張駅間の路線を開設し六往復の運転を開始したこの路線は 幕張駅西側にあった平和の踏切を避けるために、竹市インター入口から、京葉道路に入り、幕張インターまで行った後国道14号線に降り、幕張駅側に引き返して、海浜幕張駅に至るという経路であった。この経路では、幕張駅の近傍は通らなくなるため、海浜交通の幕張駅入口に、最も近いところに、ファミールハイツ停留所という独自の停留所を設けた。 しかし、利用者は少なく、迂回経路の経営道路が大渋滞すると、踏切経由に変わることがあるなど、実用的な路線ではなかった。その後、1997年に、千葉市美浜区多瀬に幕張ベータウンができた。これにより、平和交通と京成電鉄が、海浜幕張駅から、千葉海浜交通が、稲毛海岸駅からのアクセス路線を新設したが、 東洋バスも幕張駅からのアクセス路線として、幕張駅入口、ベータウン循環線を新設した。ターミナルは、千葉海浜交通の幕張駅入口を使用した。同時に、幕張駅入口海浜幕張駅線が開通したが、これは、調査区長作町海浜幕張駅線の区間便のような意味合いもあった。しかし、これらの海浜幕張地区における路線はあまり、 認知されることがなく、2001年6月1日のダイヤ改正で、調査区海浜幕張駅線、及び幕張駅入口海浜幕張駅線は、平日1往復程度になり、ベータ運線は廃止された。こうして2003年の千葉シーサイドバスへの転換を迎えるのである。千葉シーサイドバスが設立されたことで、車庫は、百合の機台から幕張に変更されたが、 当初は、東洋バスの頃と同じ運行を行っていた。その後、JR 総武線における数少ない、平数の踏切として残っていた幕張駅西側台、2期の下街道踏切が、2004年7月28日に、県道57号美浜町作町線、幕張根洋地下道に切り替えられたことで、JR 幕張駅停留所から、同地下道を通り海浜幕張駅まで至る路線が、 同年8月5日に開通した。これにより、千葉シーサイドバスはようやく海浜幕張駅への本格的な乗り入れを果たすことができ、幕張、竹志地区の住民が同駅に容易に行くことができるようになった。2006年7月1日の改正では、調査区長,作長線が花島公園まで延伸され、従来京成バスが独占して、輸送に当たっていた花見川団地への乗り入れが、 開始された。また、同日には、幕張本郷駅海浜幕張駅線なども開通し、幕張本郷駅にも乗り入れた。翌2007年7月1日には、海浜幕張駅発着便の一部が、マリンスタジアムまで延長され、スタジアムや幕張メッセへのアクセスが容易となった。さらに、2009年5月1日には、振動の開通に伴い、 JR 幕張駅花見川区役所間の運行が開始された。このように会社設立以後、積極的に路線網を拡張しているが、他社との競合区間も多く、京成バスのように重複路線を設けたり、運賃を値下げしたりするなどの対抗策を講じる事業者もある。最近では企業を送迎、ショッピングセンターの買い物バス住宅など路線バス以外も強化を図っている。 千葉シーサイドバスの本社及び営業所は、東洋バスと同じ JR 幕張駅北口の近く、千葉県千葉市花見川区幕張町にある。車庫は営業所に併設されているもののほか、撤退したガソリンスタンドを回収した形で、自社給油所を兼ねた車庫が少し北の幕張町6丁目にも、ある。東洋バス創業当時の路線の一つであり、幕張駅を発着する。 本線角の路線で、東洋バスの路線と唯一接続する路線である。途中で、京葉道路の武市インターと交差し、そこから、三もみ山頂目間の道路が渋滞する状況が長く続いている。さらに、そこから、三もみ駅付近は、道路が境外である。このため、ワンマンの場合中型車でしか運行できないのに加え、 踏切があるためにここも渋滞する。現在、みもみ駅付近の道路は拡幅された。このため、これらの区間の定時性があまり良くない。また、比較的本数の多かった昔でも1時間に1本と、運行頻度はあまり高くなく、みもみ駅北の住民には、京成電鉄の本線と千葉線を使う方が、利便性が高いと認識されているようである。このため、 平成になってから徐々に本数が少なくなり、2011年3月、現在平日4往復、朝1本に夕方3本のみの運行で、平日の日中と土曜、休日は運行していない。この線は、八千代来線の途中の、三もみ交番前から西に分岐し、日立製作所なら足の工場に至る路線である。開通日は不明であるが、 奈良市の工場の創業開始は1963年2月であるので、その頃に同工場への通勤を目的として開通したと思われる。三も駅との連絡も当然あるが、八千0大台台線と同様に幕張までつながっていることに意義があったようである。開通当時の状況は不明であるが、少なくとも1979年以降は朝夕のみの運行であり、 現在もそれは変わっていない。今は JR 幕張駅発着便だけであるが、一時期はみもみ駅折り返し便が設けられたこともある。この線の独自区間について言えば、みもみ駅から歩いたとしても、特段の不自由がないことや、京成の東、奈良市の線で津田沼駅にも出られることから、昼間に運行する必要はないということらしい。また、ラッシュ時もそれほどの利用者がいない。 そのようなことから、八千代大線と同時にこの線も、減便が進められており、九百九十九年十一月十六日の、改正で気軽に乗車することが困難になっている。二千九年五月一日より、日立製作所を経由して、JR 幕張駅と八千代大駅を結ぶ便が、運行を開始した、二千十一年三月現在、JR 幕張駅発八千代大駅行きが、 平日朝一本のみ、八千代台駅発 JR 幕張駅行きが平日夕方二本のみの運行。花島公園線は全線花見川区内を走る。15から40分おきに走っており、千葉シーサイドバスの主力路線となっている。この線の原型である、長作町線の開通時期は、長作小学校の記念誌によると1967年となっている。 開通の背景には、弥生が、丘住宅地、現在の調査区内の入居が進み、ここから、最寄りの国鉄駅に至る路線の需要が生じたことがある。独自区間の一部である、調査区入口調査区小学校間は、道が非常に狭い上に坂が多く、すでに昭和50年代から、中型車の使用を余儀なくされている。なお、この区間は、創業路線。 幕張駅大和台駅当時のルートの一部だったとの調査結果もある。また、調査区長付近では、県道船橋長沼線を走る。この区間はかつて、京成バスの主幹ルートの一部であったが、今では、京成の路線が全くなくなってしまい、東奈良市のとは逆に東洋が独占する結果となった。なお、その後、JR 幕張駅海浜幕張駅線の開通に、伴い、 同線と直通市長作町 JR 幕張駅、海浜幕張駅という運行をするものが多くなった。2006年7月1日より、長作町より先、花島公園まで延長された。当初、延長運行するのは日中のみで、平日、休日とも数本のみにとどまっていたが、2007年7月1日に抜本的なダイヤ改正があり。 ほとんどの便が花島公園に至るようになった。これとともに花見川団地内を中心に停留所が増設され、早朝深夜に前期の境外道路区間を避けるルートの橋戸経由便が新設されている。2013年7月1日で朝2本のみ運行していた長作町長泊まりは JR 幕張駅発から海浜幕張発に延長され、土曜、 休日に2本のみ運行した QVC マリンフィールド発がなくなり230と234はそれぞれ片方向のみとなったが2015年4月18日にそれぞれ1本復活した。この線の大部分の区間であるファミリールハイツ、海浜幕張駅間は1991年に開通した調査区長、京葉道路放送大学、 海浜幕張駅線としての一部である。その6年後の1997年に幕張ベイタウンができた際に、当時千葉海浜交通のバス停であった幕張駅入口を始発とし、ベイタウンとを結ぶベイタウン線、東洋を新設した。その際に、この2路線の免許区間をつなげて海浜幕張駅に向かう便も幕張駅入口始発として設けたのがこの線である。 この線ができる前から、幕張駅入口海浜幕張駅間には、千葉海浜交通が幕張線として路線を走らせていたが、これは幕張総合高校の通学路線のおまけのような路線で、時間帯が偏っている上に、学休日運休でもあった。東洋の路線は海浜と全く同じ区間を走っていたが、一応均等間隔と言っても本数は少ないで走り、 利便性も高まった。しかし、幕張駅入口停留所が JR 駅から数百メートルも離れており、利用者は全く定着しなかった。わずか4年後の2001年にベータ運船は廃止され、海浜幕張駅を発着する2路線も大幅に減便となった。その後、2004年8月に JR 幕張駅停留所から伊東洋稼働経由で、 海浜幕張駅に路線が新設されたことにより、この路線は存在意義を完全に失い、2004年12月のダイヤでは平日のみ、海浜幕張駅幕張駅入り口に一本のみ、設けられている。総武線における数少ない、平数の踏切として残っていた幕張駅西側台、二木の下街道踏切が2004年7月28日に、 県道57号三浜調査区長線、幕張根用地下道に切り替えられたことをきっかけに、JR 幕張駅停留所から、道地下道を通り海浜幕張駅まで至る、路線として、同年8月5日に開通したものである。多くの便が、JR 幕張駅より先、調査区長、または八千台台駅に至る、JR 幕張駅三大王神社間は重複。 当初は30分間隔で運行していたが、2004年12月1日のダイヤ改正で早くも増便され、8000台,台駅との直通便も増えている。また、この路線内では、割引率の高い特別定期券を扱い、新規客の獲得に努めている。幕張駅北部から海浜幕張駅に行けるほか、伊東洋葛道に行けることも新たなメリットとして挙げられ、そうである。特に、 伊東洋稼働停留所は、UR 幕張四丁目団地や、県営幕張住宅の最寄り停留所も兼ねており、幕張駅や、海浜幕張駅へのアクセスに、一定の役割がある。道路の構造上、JR 幕張駅停留所、本社前と幕張根用地稼働は、目と鼻の先にもかかわらず短絡的に行くことができず、三大王、神社まで迂回しなければならない。それでも、 JR 線からすぐそばの停留所にて乗れるメリットは大きいと考えられる。なお、京成幕張駅との連絡には幕張4丁目バス停がある。2007年7月1日の改正より日中の便が海浜幕張駅を越えて千葉マリンスタジアム、ゾゾマリンスタジアムまで延長運行されるようになった。これは JR 幕張駅を挟んでの直通便も同様である。 ただし、ZOZO ゾゾマリンスタジアム行は、年末年始では、海浜幕張駅、ZOZO マリンスタジアム間で、部分運休になり、毎年8月第1土曜日に開催される、幕張ビーチ花火フェスタ、千葉市民花火大会では、幕張メッセ東口、ZOZO ゾゾマリンスタジアム間で、部分運休になる。2006年7月1日より運行を開始した、路線で、路線の北側では、 千葉街道の旧道を走る幕張本郷駅海浜幕張駅間は平和交通も同一ルートで路線を有している従来のシーサイドバスのイメージを一新するような海岸のイラストが描かれた青い新塗装車が運用に当てられているこの車両は大型車でワンステップ車ノンステップ車のいずれかが使われる幕張本郷駅海浜幕張駅を結ぶ路線としては 他に京成バスの新都心幕張線があるが、同線に比べ運賃が低く抑えられており、この車体には、側面上部に幕張本郷駅、伊東洋華道経由160円外品幕張駅と大きく表記して、これを PR している、現在は表記はされていない。しかし、2011年5月1日のダイヤ改正により、大幅に限界となり、 海浜幕張駅幕張本郷駅間が平日片道一本、その入戸便となる幕張本郷駅 JR 幕張駅間も同様に平日片道一本の運行へと縮小され、運用の関係上車両も大型車から中型車に変更している。JR 幕張駅から新しく開通した水穂橋を渡って花火川区役所に至る路線で2 0 0年5月1日に 開業した。区役所まで最短ルートを取るのではなく、東大総合運動場側に迂回し、水穂の森を経由する。花見川によって分断されていた幕張地区と花見川区役所を結ぶ唯一の交通手段であり、開通にあたって千葉市のホームページでも告知された。一部の便は海浜幕張駅まで直通する。この路線の開通に際し、 競合する京成バスの水保の森線、ケミ川線、花見川南線は、新ケミ川駅と花見川区役所及び区役所入り口の間で運賃の値下げを実施した。所有する車両は東洋バスからの転入者であり、開設当初から三菱不走が大多数を収まる。路線に強硬な道路が多いため、ほとんどが中型車であるほか、2006年に新設された。 幕張本号線にて投入された大型車6台、キロリットル台車1台、PJ 台車2台、PKG 台車3台。うちキロリットル台車と PKG 台車1台は、東洋バスからの移籍車も在籍している。一部では、車体の全面広告、いわゆるラッピングバスも見られる。また2006年度に入り、KC 台の車両について行き先表示器を LED パネル化する工事が行われ、 有代車のトータと合わせて全車とも完了している。また放送装置がテープ式から音声合成式へ置き換えられている。ゾゾマリンスタジアムへの乗り入れに伴って東洋バスより中型ワンステップ車用 PA 代車が数台転入した。なおロンステップバスは大型車にごくわずかにある以外は全てワンステップバスである。新柄市の駅からは 重症グローバルロジスティクスへの送迎輸送も行っている。この輸送は2014年からであり、以前は平和交通が行っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。